Soviet national champion, champion de l'Union soviétique, silver medalist in the men's event.私も金メダルは取れませんでしたが、ソビエトの期待の星です。ビクトル・ペトレンコ。平松さん、今年はこの人が金メダルを取ってもおかしくないと思ったんですがね。取るかなと私は期待してたんですけれど、でもまだ20歳ですからね。そうですね。何かこの人には本当に不思議な魅力がありますね。若いですのにね、なんか上品っていうんですか、非常に彼のやはり特徴を出した滑りをしましたね。はい、住田さん、ファデフという先輩がいたんですが、このファデフとは全く違った何かこう別の魅力、別の世界を持っているように思いますが、ファディエフっていうのはもうプログラムの難しさっていうか、その技術的な面での凄さがあったんですね。この人はね、何にもしなくても絵になるっていう、そういう本当にね、恵まれたものを持ってますね。